皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。メリークリスマス。今日は皆さんどんな風にお過ごしですか？友人にですね、よかったらクリスマスちょっとご飯でも食べに行かないって言ったら、普通に仕事だよって言って怒られちゃいましたけれども、まあ、家族やお友達と今日は予定があって楽しく過ごすという方も、いつも通りに仕事ですという方も、ぜひ5時まで沖縄羅針盤リラックスしてお楽しみください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は中部興産株式会社代表取締役会長の荒垣直彦さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです。荒垣さんは1947年生まれ、中城村のご出身です。製薬大手の大塚製薬の勤務を経て、1982年に中部興産を創業。沖縄市に本社を置き、県内全域で営業を展開。賃貸物件の物件取扱件数は県内トップを誇っています。不動産業を中心にガス事業や通信事業など業務内容を拡大して、衣食住を提供する生活提案企業を目指しています。また荒垣さんは先月まで3期9年勤められた沖縄商工会議所会頭を任期満了で退任されました。今回は中部興産グループが新たな事業領域として力を入れている情報通信の分野のお話を中心に伺っています。生活提案企業を目指す中部興産の次の一手について語ってもらっています。それではどうぞ。中部興産の荒垣会長に来ていただきました。今日もありがとうございます。どうも。クリスマスの日に来てもらって嬉しいです。1年半ぶりなんですよ。そうなりますか、ね、そうなんです。あ、いやいや、どうもありがとうございます。あの時にも少し、いや、あの時はですね、商工会議所の回答というのは大変でしょうという話をしてたんですけども、そういうことでしたね。先月もう任期を無事、3期終わりました。9年終わりました。肩の荷という感じですか。肩の荷下ろしたなという、どんな気持ちがあります。そうですね、やはり会議所回答というのは、これ32団体のあれ関係しますのでね、その辺のハードさというのは大変だろうと思いますね。達成感みたいなものはどこにありますか。達成感はですね、これやったな、いや僕はカープの優勝なんていうのはまず優勝はこれでしょうね。達成感はカープでしょうね。そうでしょうね。これ、で、あれですよね、この、商工会議所の回答というのは広島東洋カープの協力会の会長なんです。この前広島のパレードで僕参加させてもらったんですが、オープンバスになってね、涙は出ませんでした。もう涙を通り越してね、感動しましたね。すごいですよ。それから沖縄市の全体 の、はい、活性というのが、まあ、大名大もありました、はいはい。任期中に市政も変わりましたね。東門市政から桑江さんの時代になっていって、はい、さあどう活性化していく、はい。東部海浜開発、これはもうずっと力入れてこられて、これが本格化する時期になってきてるんだろうなと。そうですね。合わせ海岸先のこれは33年の供養になりますからね、うんうん、目鼻立ったという思いでおられますね。事業そのものはもう計画通り進んでますのでね、あとは供養開始あれが出てくるだろうと思ってます。このある種時代感というね、ご時世というか、出来上がってくる、当面100ヘクタールでしたかね。いや95ヘクタールですね、うん、どうね、活性し発展の起爆にしていくかというのは可能性、僕は高まってきてると思ってますけどね。非常に大きいと思いますよ。沖縄市はやはり スポーツコンベンション、うん、そういうふうなのをこう歌ってる街ですからね。ここはやっぱり
広島カープの優勝もなんかこれが一つのね、うん、なるほど、なるほど、気をつけて、つながってる、つながってる。で、桑井市長は全天候型、まあ大型のアリーナと、ね、これは、ね、これは公約ですから実現するでしょうね。私はまあもう時間の問題と言ってますね、うん、中部興産グループの経営の話を聞かせてください。いや、どんな時期に来てますか。ですね、まあ今もうこの IT 社会でね、うん、非常にこの変化がね、日々じゃなくても時間帯にこの変わってくるようなね、うん、気がするんですよ。スピード上がってますよ。スピード上がってますね。だそういうことからするとこのダイナミックにこの変わってきたなと。でそれはもう一番ね、島田さんによく、はい、言うと僕も煽りに伺ったなと。お分かりでしょう。沖縄県内最大手の、うん、不動産業としてその住むという力と IT との融合で大きなビジネスモデルができてくると、はい、ビジネスチャンスがあると思って投資もなさい始めましたね。はいはい、その通りです。子会社に興産アメニティという会社があって、はい、そこを IT 企業に育てていくんだという、はい、フェーズに入ってきたと僕は見てますけど。そうですね、そういうことですね。でそれはもう、うん、もう創業35年になるんですね、うん、もう年明けますとね、はい、35周年になりますので、でそれは衣食住というね、うん、ちゃんと企業の経営理念の中に組み込んでですね、この私どもこの着るからですね、うん、医療の医に変えたんですね。着るこの服もいいんですが、うん、まずこの医療、人間のこう健康というものをやっぱりその大事にして、それから住居、うん、それから食だというふうなですね、まあどっちが先かというのも別にしてですね、とにかく衣食住というものが非常に大事だというふうにやっております。中部興産全体で、まあ、住、住むというところがメインのビジネスモデルですけども、それと全部関連してくるんですよね。そうなんです。そこを抑えておられるわけですからね。ですから私は不動産業という感覚はなくて生活総合産業という捉え方してますから、先ほどの衣食住ですね。今年 の大きなパーティーなさいますね、はい、あれはオーナーズ感謝デーとしてられているそこで発表なさっておられた、はい、スミンチュヒカリというスミンチュヒカリに、これはサービスとしては、うん、光ボックスという光ボックスを使いますね、というセットすることによって、ね、住宅のテレビと、うん、通信が融合して、はい、テレビ画面がこういう画面なんですね。スミンチュクラブ画面になっていくわけですね。そうですね。どんなことができるようになるんですか。これはこのスミンチュクラブ、これは入居者さんに、あるいは一般の方にそういうクラブに入ってください、うん、でオーナーさんはゴールドクラブという、まあ、2つございましてね、それはもう今先ほどお話がありましたように、うん、この光ボックスを使ってですね、うん、この私どものこう目標である生活総合産業衣食住をですね、このネット上でこう達成しようじゃないかというふうな考え方なんですね。僕画面の写真撮ってきたんですよ。これまだ、これからどんどん改良がしていくそうですね。はい、ですね。そこでですから食品が変えたり、はい、これ水が変えるというのはいいですね。そうですね。お水の特にこれはですね、まあ、高齢者の、うん、やはり方を念頭に置いてですね、うん、重いものから売っていこうと、うん、お水であるとかお米であるとかですね、その他重いものなかなかこのお年寄りがそれを持って歩けない、あるいは、小さなお子さんをがいらっしゃるその若い方々ですね、うん、そういう方々のためにまず重いのから売っていこうじゃないかと、うん、宅配物などはこれで便利に使えるようになる、はいはい、それから映画も見れたりしますね。映画見れますね。映画も今こう2社をね組み込んでいこうと、うん、いや今若い人たちがみんなそのスマホで見てるものがテレビの家庭のテレビでもそれができるようになっていくということになっていく、そういうことですね。そして日々これがこう日々というかどんどんこう良くなっていくという仕組みがこれが面白い。これは中部興産グループの中で開発してやってるんですね。そうですね。全部このコンテンツはその独自でこう入れ込んでいくという、うん、
そういったものが非常にこの大きいだろうと思うんですね。要するにマーケットが変化しますからね、これに対応するように、中心は もちろんお客さんのニーズに応えるということなんですが、それは非常に、自社でできるというのが非常に大きいかもしれないですね。それができて生活総合産業とおっしゃっている時に、家賃ということでの請求する仕組みをお持ちなんですよね。そうなんです、そうなんです。だから家賃の中にこれが組み入られていくという考えですね、はいはい、今1万5000室の管理をしてますので、1万5000室は部屋数がありますので、そこにこの請求者コーランダーですね、うんうん、この家賃であるとか、あるいは水道、こういったものが入ってきますね。それをペーパーレスにしようと、うん、でその画面で見てくださいという非常にある意味で画期的なものなんですね。でこれは、個人情報の問題とかいろいろありますから、そこはどういうふうに見せるかということになるんですけども、もうそこには暗証番号がもう最初から、うん、ボックスの中に組み込みますからね、うん、最初はこう暗証番号をそこに打ってくださいということだったんですが、お年寄りでは無理ですよ、うんうん、最初からもう組み込んでしまう、うん、例えばどこの家主さん、あるいは住んでるアパートに住んでる、何々アパートの101号室の何々さんと、もう番号が組み込まれてますから、パッとこう水調にしますとね、うん、それが自動的に出てくると。自宅のテレビがそういう画面になった、そういう画面になるということですね。毎月1万5000件に家賃という請求をするというこの事務所にも、これ言ってみればコストですよね。いや、もう大きいですね。もう運善万ですから、うん、これが軽減されていくという企業経営におけるメリットも、メリットももう大きい、コストダウンさせられるという、これ非常に大きいですね。そうか、医療ともおっしゃった、医療、今いい食住という言い方したら、医療の部分でのサービスがかなりこれできるなと思いますよ。おっしゃるとおりですね。今考えてますのは、お医者様を組織化してですね、うんうん、もうすでにアプローチして、これで何ができるかという打ち合わせを今しているところです。私のイメージとしては、やはり緊急であるとかですね、あるいは病院に行けないちょっとこう、うん、寝たっきりの患者さんをこう訪問診療してもらうというふうな、その仕組みをもう作ろうと、うん、じゃあこれをどう使うかとなりますとですね、先生にこう来ていただきたいとなれば、うん、それはこのお医者さんとね、はい、簡単に言えばお医者さんを呼びたいと、で、内科のこの先生が来てもらいたいと言って押せば、それ自動的に先生のところに行く、うん、でさらにそれを発展させますと、今度は電子カルテをですね、うん、先生に出してもらって、調剤薬局に飛ぶと、でこの薬がこう、うん、患者さんのところに届けられると、それはもう薬剤師さんが行ってもらうというふうなですね、仕組み上はできるんですもんね。できます、できます、できるんですよね。いや、これ日本中で議論しなきゃいけないし、はい、されていくんでしょうけども、この医療の分野でおけるその規制の多さ、はい、日本だけのことがいっぱいあって、はいはい、どこまでが医療行為かという話になっていくことなんですけど、はい、これを、はい、変えていかないと、もうこれ日本社会大変だということになっていますので、大変だと思いますね。で今医療費がもうすごいでしょ、うんうん、もう何十兆でしょ、これ国も推進してる、はいはい、推進してるわけですね。もう在宅医療というものをこう考えていますから、それを見通したものになっているおっしゃるとおりですね。なんで、いや、薬剤師さんともこれを通して話をすれば、今まで少し無駄にいろんなことしなきゃいけなかったものが減るでしょうし、軽減されるでしょう、はい、もしかするとお医者さんともやり取りが始まるかもしれないというのが、システム的にはできるんですもんね、はいはい、これ準備なかった、これは医療側からもそうですし、今度は患者さん側からもね、無理無駄、うん、その費用面もこう非常にカットするんじゃないかなということだろうと思うんですね。これ僕ね、うちなんちゅうの、生活改善事業だと思いますよ。そうなんですよ。もうなんかね、ちょっと革命って言ったらちょっと大きすぎるんで、うんうん、ちょっと遠慮しましたけども、生活改善を改革していく ね、 改革、やっぱ新しい時代に改善改革をしましょうというのがですね、はい、私どもの考え方なんです。また教育の部分も面白くなっていきますね。これ教育もまたですね、例えば今
英語教育、このテレビを通じてレッスンができるというふうなんですね。実はまあ、私はあるこの学園のですね PTA してる時、アメリカをですね、これ25週もあったんです。で各大学周りをしてですね、こういったその教育システムというのがもうすごいなという、あれが在宅で家でかなりのことができる、インフラを整えてあげるということは、そうなんです、いや子どもたちにとってもそこから学べるようなこと、小さな画面でパソコンでじゃなくてテレビで一緒に学んでいくみたいなことに、やりたいですね、はい、これは非常に大きいと思います。もうただテレビでね、いろいろこう、娯楽的なものを見せるだけで、これで少し勉強もできますよと。で、塾に行けない子どもたちにとっては非常にインパクトがあるだろうと思うんですね。いいな、スミンチュクラブの快適暮らしサポート事業、これ、来年本格始動ですね。本格始動です。もう年明けますと、もうダイナミックに動かそうじゃないかということでですね、今話をしているところですね。これをベースに来年どんな1年になるかということを荒垣さんに聞いて飛行機に乗ってもらおうと思いますが、来年どんな年になりますかね。いや、私はいつも前向きに物事を考えようとしてますから、新しい事業の展開も見えてきて、新しい事業の展開も見えてきましたし、私たちがこの市場を変えるぞというですね、非常に今強い考えを持って、その来年をこうやっていこうかなというふうに思っています。沖縄県民生活改善計画みたいなものを一緒にやっていきましょう。そうですね、いいですね、いいですね、いいですね。来年じゃあ忙しい年になりそうですが、はい、いや商売繁盛でいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なるほど、衣食住を提供する生活提案企業というお話でしたが、衣食住の衣は衣服の衣の方ではなくて医療の衣の方だったんですね。これからの社会にとても必要なことだなと思いました。それから後半に出てきました学びの場を、提供する、どこにいても、ね、様々なことが学べるような、そんな学びの場を、ね、IT を使って提供していこうじゃないかということで、だから本当にね、これからダイナミックにいろんなことが展開されるということで、ね、いろんなことに期待したいと思いますが、お話を終えて、これまでは公職の方が多忙でしたが、今後は本業ビジネスの方に時間が割けるので、じっくりと新たなビジネスモデルを作り上げてみたいということで、荒垣さんおっしゃっていたそうです。不動産業と ICT との融合での新たなビジネス展開、とても楽しみですね。今週のコーラルラウンジは、中部興産株式会社代表取締役会長の荒垣直彦さんと、ラウンジ常連客島田勝也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はクリスマスでもありますが、沖縄羅針盤、今年最後の放送でもありますね。皆様今年も一年お付き合いいただきましてありがとうございました。今年はどんな年でしたか？私はですね、前半と後半が全く違う一年でした。前半はですね、割となんかのんびり過ごしまして、春先なんかはね、ふらふらとラオスに旅行に行ったりとか、すごくね、時間もあって、本を読んだりとか、普段なかなか見に行けないね、映画を見に行ったりとか、そうやってのんびり過ごしてたんですが、夏の終わりぐらいからですね、急になんかどったんばったんが始まりまして、11月、12月は大変まあ、ありがたいことに、舞台のお仕事でですね、まあ、朗読劇があったり、それからこれまでやってきた、まあね、文化と観光を融合しようというマグネットコンテンツの取り組みで、2作品のロングラン公演、初めてね、沖縄ではなかなかない1週間ずつのロングラン公演があったり、それからバルーンと
琉球芸能を融合させてという初めての試みで、すごくドキドキしながらだったんですが、大変ご好評いただいたルンルンバルーン琉球舞踊の公演があったりということで、すごく後半は舞台に恵まれた年でしたね。本当にたくさんのキャスト、スタッフの皆さん、そしてお客様にお越しいただいて、幸せな一年を過ごすことができました。本当に皆さんありがとうございました。さあ来年はどうしようという感じなんですが、あんまり決まってなくてですねできれば願わくばもう少しこう分散して仕事がやってみたいなと、ね、すごくのんびりですごく忙しいっていうのももしかして性に合ってるのかもしれませんが、もう少しこう1年が平均的になるといいなというないものねだりの願いを込めて今年を終えたいなというふうに思っております。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。ラジオ沖縄のホームページからアクセスできますので、沖縄羅針盤もしくはラジオ沖縄と検索してお楽しみください。沖縄羅針盤、今年も1年お付き合いいただきましてありがとうございました。皆様メリークリスマス、そして良いお年をお迎えください。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。